古ドゥッコ半王国のマハーラージャのダルバール、イギリス人の役人の姿も見える。マハーラージャあるいはマハーラージャは、偉大な王、好意の王を意味する、サンスクリット語の称号。女性型はマハーラーニーで、マハーラージャの妻、ないし、女性が君主となる習慣がある地域では、自らがマハーラージャに相当する地位にある女性、を意味する。マハーラージャの未亡人は、ラージマータと呼ばれる。 マハーラージという言葉は、高貴な職位、ないし、宗教上の職位を意味するが、ヒンディー語では、設備時、映画目次となるため、この二つの言葉はほぼ同じ発音になる。日本語では、マハラージャとも音社され、特に派生的な用例では、この表記が一般的であるが、学術書などでは超音を考慮して、マハーラージャと表記されることが多い。マハーラージャという言葉は、 サンスクリット語に由来する同格限定複合語であり、マハーントとラージャンから成り立っている。ラテン語にも同梱語がそれぞれあり、マグヌムとレゴムがそれにあたる。サンスクリット語は、インドをはじめアジアのほとんどの言語に影響を与えており、マハラージャという言葉は、ヒンディー語、マラーティー語、ラージャスター語、マールビー語、テルグ語、オリアー語、パンジャービー語、ベンガル語、 グジャラート語など様々なインドの言語において、この言葉は語彙の一部になっている。サンスクリット語の称号としてのマハーラージャは、本来は相当に大きな領域を統治する王だけを指しており、その下には、貝の小さな俗領を統治する王たちがいた。中世以降になると、小規模な王たちも、自分たちは、イニシエのマハーラージャの末裔であると称し、 自らマハーラージャの称号を用いるようになった。今日のインド、パキスタン、バングラデシュを含むイギリス領インド帝国には、イギリスからの独立直前の1947年の時点で600以上の反王国が存在し、それぞれに統治者がいて、統治者がヒンドゥー教徒の場合はラージャないし、タークル、イスラーム教徒の場合はナワーブと称されており、その他にも、 さほど一般的ではない様々な称号が用いられていた。イギリスはインドの3分の2ほどを直接統治していたが、残りの地域はこうした様々な称号で呼ばれた将軍主たちの間接統治に委ね、駐在官などをそれぞれの宮廷に派遣して影響力を行使した。マハーラージャは文字通りには偉大な王、大王と訳されるが、単に王と理解しても誤りではない。 本当の意味で強力で豊かな国を統治し、偉大な君主と目される王がごく少数はいるとしても、他の反王国の中には、いくつかの町や村があるだけの小さなものもあった。一方で、マハーラージャは、現代インドにおける用法では皇帝を意味することも、ある言葉である。マハーラージャという言葉は、イギリスによるインドの植民地化が進行する以前には、さほど一般的な用語ではなかったが、 植民地化が進んで、以降は、多数のラージャたちをはじめとするヒンドゥー教系の支配者たちが、小さな反王国を統治しているだけであるにもかかわらず、自らマハーラージャと称するようになり、さらには、第一次世界大戦や第二次世界大戦に従軍した者たちの例のように、君主とは、無関係なものが何らかの理由でこう呼ばれることもあった。二十世紀に入ってから、新たに、 マハーラージャを名乗るようになったラージャも、コーチン王国のマハーラージャと、カプルターラーの伝説的なマハーラージャジャガトジーと、シングの二例があった。シバージーは、マラーター王であったが、マハーラージャの称号を排して、チャトラパティと称し、マラーター王国。さらに、他の称号と結びつけた、様々な複合的な称号が、存在した。一部のヒンドゥー系の王朝においては、 独特な発達を遂げた要領も見られ、バローダ藩王国のガーイクアード家、クワーリオール藩王国のシンディアや、インドール藩王国のホールカル家は、マラウター帝国において王権の下で最も高い地位を占めた者たちであり、必ずしも君主であったわけではない。ラージャなど、他の多くの称号の場合と同様に、マハーラージャも君主ではない貴族たちに称号として与えられることがあり、 ザミンダール階級などがその対象となった。マハーラージ・クマール、ないし、マハーラージ・クマールは、マハーラージャの息子という意味であり、女性型は、マハーラージャの娘を意味する、マハーラージ・クマーリー、あるいはマハーラージ、クマーリーとなる。現在のインドネシアに、かつて位置していた諸国は、ヒンドゥー教か仏教が優勢な時代に起源を持っていた、ため、シュリビジャヤ王国、マジャパヒト王国、 クタイカルタメガラ王国など、マハーラージャによって統治されていた国々もあった。イスラーム化が進んで、以降も、例えば、ジャワ島で最初に、スルターンを名乗ったパンゲランラテュの後継者など、君主以外の王族は、伝統的な称号を使い続けることがあった。イングランド人のジェームズ・ブルック隊尉は、ブルネーのスルターンによって、ラージャ・ブルックとして、反王の地位を認められた。この、ラージャは、 マハーラージャに由来するものである。ブルックはサラワクの女性と結婚し、ブルネーのスルターンに対するサラワクの反乱を平定した。これを受けて、ブルネーのスルターンはブルックをラージャとしたが、それはトーマス・スタンフォード・ラフフルズがジャワの統治に当たっていた時期のことであった。マレー半島において、ボルネオ島北部においては、サバのマハーラージャにしてがや及び、 サンダカンのラージャという称号を1877年12月29日から1881年8月26日までイギリス人のアルフレッド・デントが名乗った。現代マレー語の用法ではマハーラージャは皇帝を意味し、例えば日本の天皇はマハーラージャ・ジャプンと表現される。フィリピンのスール諸島ではシュリービジャヤ王国やマジャパヒト王国の勢力が衰えた後、 様々な小さい地域の統治者の称号として、マハーラージャが用いられた。フィリピンの各地にはかつて、シュリービジャヤ王国やマジャパヒト王国の支配下で地域の統治者として、マハーラージャとなったものが、その後も統治を行った可能性がある。1425年頃から1450年にかけて、スールーには、スルターンの国が建てられたが、このスールーのスルターンは、 マハーラージャという称号も用いており、1520年から1548年にかけての統治者は、スール・スルターン・マハーラージャ・ウポートも名乗った。ありがとうございます。